ここんんににちちちは、は、でですすなみ年9月7日、日仏語ポッドキャスト、ショコラ第回です <Berg> フランスの哲学者アンリー・ベルクソンの言葉をご紹介します。 La petite française フランス文化を伝えるカフェラ・プティット・フランセーズを運営するコチヤ・メイコさんのお話、bon、urs, フランス語トピックでは映画画家・ボナール・ピエールとマルトのマルタン・プロボ監督と俳優のバンサン・マケーニュさんのインタビューをお届けしますまずは私、ちなみのコーナーですフランス語の名言・格言をそれを言った人とともにご紹介しています 今回はこの言葉どこまで行けるかを知る方法はただ一つ出発して歩き始めることだ今日ご紹介するのはフランスの哲学者アンリ・ベルクソンの言葉です19世紀から20世紀にかけて活躍しました多数の著作を残しておりノーベル文学賞も受賞しています うん、彼の思想はヘ、ね、イドゲー、サート、レヴィナス、メール・ポンティ、デリダなど西世紀のたくさんの哲学者に影響がありましたそうですねはい、そうですね哲学のみならず自然科学、人文科学、芸術といった広いジャンルに世界的な影響を与えました うん私の印象的なのは、ね、時間について彼らはまあ時計の時間と自分で感じる時間はかなり違うことなんですよね。うん、そして彼が言ってたのはフランス語で「dure」あの「時速時間」という言葉を使ってたんですよね。それも現実的な男。うん <laughs> うんはい、ベルクソンは近代の自然科学的なやり方ではなく哲学的な直感の優位を説いて生命の流動性を重視する「性の哲学」というものを主張しました今日ご紹介した言葉は性を感じられる言葉になっているんじゃないかなと思っています。 日本語トピックは、東京町屋にあるフランス文化を伝えるカフェ「ラプティットフランス語」を運営するこちやめいこさんのお話をご紹介します。めいこさんは20代の時にフランス人女性と友達になり、いろんなイベントに参加したりして優勝を深めていったそうです。 とにかく一生フランス人と関わっていきたいと心に決めてフランス人が集まれる空間を作ろうと70歳の時に持ち家をイベントスペースのあるカフェに改築されましたこれが日仏語交流の家町家人そうそう最初町ビ人だったけどね、うん、フランス人はアーティストが来た時「うん、ラ・プティット・フランセズと呼んだらもうどうですかということそして彼女がそのスペースを作ってたんですよね。 うん、70代でこのビィトリティすごいですねすごいですね。見習いたいた <laughs> このカフェは2階建てで1階はカフェとイベントスペース2階にはお茶室もあってメイコさんが講師となってフランス人にフランス語で殺到教室を開催されています。うんとにかく彼女がアップルパイを作ってそのア,、うん、アップルパイはすごい人気です。へ<ー> <laughs> メイコさんはフランス語婦人会や在日フランス人協会とも今も関わっていて20代の時に決心したフランス人と関わり続ける人生を楽しんでいらっしゃいますそれではコチ谷メイコさんのインタビューをどうぞこの場所は名前はで場所所ははは名前ラプンでででうううねねいいそすすどかえと日本とフランスの文化交流ができたらいいなと思って作った場所です。うん うん、そして最初は町家人っていう名前だけだったんですけどフランスのアーティストの方にあの絵を描いてもロゴを作ってもらってあの絵を描いてもらってその方が「ラプティット・フランシェズ」って名前どうって言ったんでフフララランンス名とししてラプティット・を作りました、うん、どういう活動をしてるんですかとかフランス人に日本の文化を紹介するかどうするんですかこのこの一番の目的は そのフランス語婦人会とかフランス人会で活動する場所があればいいだろうなと思って昔はフランス人のお宅に行って活動ができたでも今は、えー、とまあ、えー、と日本人もと同じような感じそ,そこのお家に行けるような活動の場所がなくてコミュニティセンターを使う、うん、そうするとちょっと障害がある。あの食べ物はダメとか い,いろんなな障害があるじゃないですか時間はダメとかで一番大事なのは読書会をやった時にその後にお茶でも飲みながらその晩は場所を崩さずに交流できるってことはとても大事だからこう,こういうところがあればいいなと思ってその1回のアトリエの活動にちょうどいい20人ぐらい入ればいいっていうところで作りました、うん、お茶も教えてるんですお、はい、お茶もあお茶もはね これずっとここをお嫁に来てから50年ぐらいやってるんですけど70になった時にえすごい文化だっていうことをハッとまたひらめいたんですよ。それでお茶ってななしじゃないですかでそれまではもう着物を着せたり旅行を連れてたりもうフランス人とお友達になるのにものすごい苦労していろんなことをやって自分は話す暇もないぐらいそのお膳立てで忙しかったんですけどお茶は落ち着いて会話もできる。 「うん、これって最高」みたいな感じでそう全然お,お,お茶自体がそういうもんですよねだからねサローっていうのはね、うん、では今のお話をフランス語にまとめて読みます聞いてみてください「La petite française」est un endroit bien particulier Meiko l'a créé juste devant ses ailes pour en faire un endroit d'essence entre les cultures japonaises et françaises. Ces échanges ont lieu le matin et l'après-midi, le café est ouvert aux gens du quartier. Le sujet français est le film « Gaca Pierre et Marthe » de Martin Provo, et l'interview d'un acteur qui a joué le rôle de Pierre Bonnard. Martin Provo, エヴァンソンマケンに言うんですよね。結構今あの人気のある、はい、あのアユですね。うんはい。この映画画家ボナールピエールとマルトは1890年代のパリで知り合った画家ピエールボナールとモデルのマルトの2人の関係のストーリーということですね、うん。そうですね。あの監督がもう見せたかったのは、うん、やっぱり。 アーティストの後ろにムーズがあるとかそのムーズは結構面白いことということで、うん、長い間、この夫婦とかいろいろな問題があって一一緒にの影響という一緒ににといいいうはすすごい素晴らしい映画です、はい、横浜フランス映画祭2024で観客賞に輝いた注目作品でマルトを熱演する大女優セシル・ド・フランスにも注目してください。映画,画家ボナール ピエールとマルトは9月20日からシネスイッチ銀座他にて全国順次ロードショーとなっていますそして映画に登場しポスターでも使われているボナールの作品昼食が来日中です大阪中之島美術館で9月14日より開催する展覧会トリオパリ東京大阪モダンアートコレクションで見ることができます ショコラササイイトトのののココララムででは、ママルルタタン・ンン・ンプロボ監督とと俳優のバンサンマケーニュュさんのフルインタビューを動画と字幕テキスト付きで掲載しています。ショコラ会員の皆さんはこちらもぜひご覧になってください。それではマルタン・プロボ監督とバン・サン・マケーニュさんのインタビューをどうぞ。うん ショコラサイトのショコテックではこのインタビューからフランス語学習ができます3つのレベルに分けた練習問題と藤井洋子先生のわかりやすい文法解説があります月額1280円の会員サービスをぜひご利用くださいではここでショコラ会員の谷口さんからメッセージをいただきましたのでご紹介します毎月番組を楽しみにしています 来年春に憧れのパリに旅行に行くことを目標に本格的にフランス語を勉強しようと会員登録しました。これからもよろしくお願いします。ということで谷口さんありがとうございました、うん。ありがとうございました。確かにね前の話を聞いてフランス行く前に一年間か二年間フランスを聞いて向こうであったら完璧に理い解いいということより結構聞き取りできたという。うん あのユーザーの声もあの聞きました本当に頑張ってください,、はい。ありがとうございました。そしてここでイベントのご案内です。ショコラオフィス内のアートスペースシアンノワールで開催するメールアートの展覧会のお知らせです。この展覧会名ボブさんなんていう展覧会名ですか？うんあの空飛ぶアートエクスポダフポスターなんですよね、うん、もう全世界のアーティストのあのアートを交換して あの何年前からやってて最近今年も届いたものについて全部表すその展覧会です、はい、たくさんのスートを飾ってます、はい、<laughs> 個性的なアートセンスに触れられるまたとない機会となっています是非お越しください会期は9月21日から9月29日までとなっています開館時間は10時から17時までとなっていますので詳しくはショコラサイトの新着情報をご覧になってください そしてショコラ集いのお知らせです、うん、はい、こちらは9月28日土曜日と29日日曜日両日とも13時半からの開催となっています参加費など詳しいことこちらもショコラのサイトでご覧になってみてくださいメールアート店もご覧にいただけることができますのでぜひご参加いただければと思いますショコラ第632回はいかがでしたか 次回の「ショコラ」は8月に亡くなったアランドロンのオマージュをお送りします。それではまたお会いしましょう。アビアンと。さよなら。